てくださいよ、この飾り彫りがかっこいいっすね。どうもこんにちは、Mr.GTA5 MOD です。はい、今回は、プリモです。プリモのカスタムをしていきたいと思います。といっても、すでに出来上がっておりますがね、こんな感じに仕上がっております。ちょっとオープンしてみましょう。プリモというのは、今回追加された6台の車の中で、最も飾り彫りが多い車。飾り彫りが、たくさん使われている車ですね。すごい。きちんと丁寧に事細かに彫っておりますね。すごいね。そしてここにも飾り彫りが使われております。これグリルですね。グリルにも、うわ、いい感じの反射。きたー。ね、飯馬ですよ。もうね、もうここにこう、夕日が照らされて、飾り彫りがキラーンって光ったら、はい、ごちそうさまでした、みたいな。こんな感じですね。いやーもう、本当に自己満足アップデート。で、ボディペイントもね、ちょっと飾り彫りっぽかったので、ボディペイントこれにしたんですけども、よく見たらね、飾り彫りじゃなかった。ただのキャラクターだったっていうね。本当に適当ですね。毎回よく見ないで、簡単にポンって買っちゃうので、ね、悪い癖ですね。ちょっとよくわからないキャラクターがずらりと並んでおりますが、これはなんだろうね。ギャングの文化かな？ギャングスターの文化なのかな？ね、ここ、飾り彫りがめっちゃ綺麗に丁寧に、描かれております。ここかっこいいですね。エンジン部分。メーターは大蛇にしました。ちょっと和風チックに。飾り彫りってことなので、まあ和風かなと思って、アジアンテイスト的な感じでこう大蛇をね、つけてみました。おー、かっこいい。ここにキャラクターが描かれておりますね。素晴らしい。はい、こんな感じです。カスタムショップ入ってまいりました。見ていきましょう。で、バンパーは、フロントバンパーこうなっておりますね。このようになっております。ナンバープレートをつけないタイプもあります。自分は今回ナンバープレートをつけないタイプにしました。刺繍を入れるタイプと入れないタイプですね。で、リアバンパー、この2種類になっております。何が違うのかというと、ここの部分ですね。見えますかね。ライトがつくかつかないか。この違いですね。細かいんですけどね。あんま気にしないですけどね。普通に走ってる分には全然気にしないですけども。アンテナ、全部で4種類あります。このように、縦に、右側に1本ピシッと立つタイプ。クラシックアンテナといって、こう、斜めに両側につくタイプ、デュアルクロームアンテナといってこう両側にピシッと2本立つタイプですね。はい、斜めがかっこよかったので斜めにしました。スポイラーと合わせる感じで向きを合わせる感じで。でトリム、これは何かというとワイパーですね。6台の車の中で唯一のオプションワイパーです。中から見ていきましょう。これカラーワイパー、メインカラーの白が入ってますね。これね、サブカラーワイパー、これサブカラーが入りますね。クリーム色ですね。クロームワイパー、クロームですから。クロームが一番自然だったのでね、クロームにしました、今回。タンクを下につけられます。前回説明した通りですね、サブカラータンクにすると、サブカラーが入るってことですね。クロームにするとクロームになります。そしてエンジンなんですけども、エンジンブロック。このように種類がたくさんあります。うわ、かっこいい。これも結構かっこいいですよね。ボディペイントが、なんだろう。2箇所、両サイドに2箇所ずつ入るので、これもある意味得っちゃ得ですよね。うん、美味しいかなと。ここもね、かっこいい文字が入るんですよね。ね、これも結構いいですよね。うん。前回も言いましたが、ただ単に高けりゃいいってもんでもないと。はい。これはメインカラーの白が入ります。これはクローム色ですね。で、クロームリムカバー。クロームにストライプがつきましたと。で、飾り彫りクロームカラー。これがやっぱ一番いかつい。ね、まあ上2つもすごくいいんですけどね。はい、エアフィルターこんな感じになっておりますね。これがやっぱいかついですね。一番いかついっていうかこう威圧感がある。はい、大型ターボキット。すいません、さっき大口径なんちゃらって言ったけど、あれ大口径マフラーのことだね。大口径っつったら間違えました。失礼しました。でこれは性能部分に影響があります。見た目には何も影響ないですね。でマフラーは、今回種類がたくさんありますが、この飾り彫りクロームマフラー使っております。先ほど、動画の一番最初の部分で見えたと思うんですけども、今ちょっとこう暗くてよく見えづらいんですけども、飾り彫りが入っております。かっこいいですよ。グリルはこのようになっておりまして、ここが一番かっこいいですね。飾り彫りが入ります。はい。ピシッと飾り彫りで全体的に統一感を出していきましょう。で、ボンネットなんですけども、なんと、すごい大胆。上2つボンネットがつきません。これ透明なボンネットがついてるんじゃないんですよね。ボンネットついてないんですよね。危なっかしいですね。こんなん走れないよ。ね、ガラススケボーネットにしましょう。中身がチラッと見えるこのチラリズムたまりませんね。はい。クラクション。これはどうでもいいですね。ハイドロ、こんな感じになります。かっこいいね。それぞれの良さがありますよね、やっぱりね。うん。まあ、やっぱ高くジャンプしたいので、これにしますけどもね。はい。はい、そしてトリム。トリムデザイン。こんな感じになっております。テクスチャーの、デザインがちょっと解像度が荒いですね。これ PC 版だと 4K にするとめちゃくちゃ綺麗に見えるんですけども、まあ、PS4 版だと結構ちょっと手抜きかな、これは。この解像度の荒さは若干手抜きだな、これ。でもかっこいいですね。こんな感じになります。おお、センターにドカンとスピーカーが置かれます。超かっこいい。これやべえな、これ。トリムカラーはこのようになってきますね。シートに反映されております。赤とかも結構かっこいいんだけど、ここはまああえてクリーム色で揃えることで、リアル感を出してみました。実際クリーム色のシートってね、多いですよね。高級感が出ますよね。気持ちがいいしね。うん、かっこいいですよね、クリーム色ね。で、まあいろいろあるんですけども、このメーターのデザインはおそらく6台の中でもかなり独特なデザインかな。ビーストとか、他にはあまりないですね。ウェイジャーっていうのもないね、サイコロみたいな。ダイジャー、まあダイジャーにしましょう、今回は。ハンドル、まあ、これはまあ今まで通りなんで、特に見てきません。今まで通りですよ。まだ1本しか上げてないけどさ、動画ね。これもシフトレバー。これも、6台全部共有してるので、特に見ません。これも同じですね。はい。カーオーディオ。まあ、ここがね、6台とも全てそれぞれ異なっているところですね。しっかり見るべき点ですね。かっこいいんですけども、一番高いね、エクストリームリアシェルフ、かっこいいんですけども、ちょっとベニーズオリジナルモーターワークスの文字が若干見づらくなるっていう、これは、痛手ですね。これは予期してなかった。これはちょっといただけないけど、でもまあ、気にしないか気にするか、人それぞれですね。自分は気にしないタイプです。これでいきましょう。で、ライトカラー、こんな感じです。はい、こんな感じです。スピーカー、すごいな、穴だらけ。なんかレンコラを思い出すね。ゾクッとするね。うわ、恐ろしい。背筋が凍りついてる。ヘッドライト、こんな感じです。ネオンキット、これも今まで通りなので見てきません。ボディペイント、これも6台全て、共有ではないです。それぞれね、個性あふれる独特のオリジナルデザインが、採用されているので、ぜひ一つ一つしっかりと目を通して行かれることをお勧めします。今回はアジアンテイストな感じで仕上げてみました。ナンバープレートもう今まで通りなので特に見ませんけどもね。ペイント、トリムカラー、このように入ってきます。これなんだろう、空調設備のところが色変わりますね。プリモでは空調設備が色変わってきますね。シートだけではなく空調設備まで変わってくると。でクルーエンブレムの入り方はこのような感じですね。で、スポイラーが、これはロスカスでやっても多分同じだと思うんですけども、テールゲート、アルバにプリモっていう文字が消えますね。文字が消える、それだけですね。文字が消えるか、文字を写すか。トランスミッション、今まで通りです。トランク、こんな感じになっております。ね、これも刺繍が入ってかっこいいんですけども、こっちにすると、わーお、なんだこりゃ、宇宙空間、あ空間みたいな感じ、異次元ですね。なんかスライムみたいな、すごいな、これ。気持ち悪くなってくる。ターボ、これは今まで通り、性能面だけです。ホイール、タイプ、これも今まで通りなので、特に見ませんけども。ウィンドウ、まあ、暗くすると見づらくなるっていうのは6台全てにおいて、共通している部分ですね。ただギャング感が増すんですよね、暗くした方が。まあ、ここはバランスですよね。うっすらと入れるかなっていう手もありますけども。まあ、自分は全く入れておりませんが。はい。って感じです。はい。これがプリモです。こんな感じですね。なんでこんな分かりきった動画を上げるのかっていうと、まあ、高くて、本当に高いので、手に届かないって方いっぱいいると思うんですよね。そういう方々のためにという意味でも、まあ、あえてこのようなくどい説明を入れつつ、こう動画を上げていくって感じですけども、はい、ね、このようにジャンピングできるっていう気持ちいいですね。おお、こうね、コツがあるんですけど、自分いまいちまだコツがつかめてない。完璧につかめてない。こう、おそらくタイミングがあるんでしょうね。タイミングよくジャンプすると、すごくピョーンって跳ね上がるんですよ。めっちゃ高く。難しいですね。まあ、気持ちいいですよ。できると。後ろに、こう、馬が、なんか、じゃじゃ馬みたいな。暴れ馬みたいな。面白い。ね。こう、ジャンプした瞬間にスーパーカーが下を、こう、くぐり抜けてくるみたいな。そういう実験はね、後でぜひやりたいですね。はい、以上。ということで、プリモでした。バイバイ。